はい、のさいばでございます。では、ゴッド・オブ・オー・ラグナロク、引き続きやっていきましょう。あそこにね。ああ、ニーズ・ホッグよ。仕方がなかった。それはそうなのじゃろうが。これね。そもそもなぜ、こんなところにおるんじゃ。オーディンは世界中の根を呪文に組み込んで、私をミズガルズに縛り付けた。根を守ろうとするニーズ・ホッグの習性を利用したのよ。なるほどの。オーディンの仕業か。そしてニーズホックが犠牲になった。卑劣な奴め。お？あなたの槍で渡れないかしら。ああ、はいはいはい。あれ？戦いが始まったら派手に上がる。自由に時間を稼げば、ギルディスビーンかアトレウスに気づかれずに忍び込める。アトレウスの心配はしている。もう一人でも戦える。派手にやるんですか。ここよ。鶴の奥に祭壇がある。はい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 。え、これって普通に撃たならいいの？ああ、え、急いでクレイトス、皆が待っているわ。あ、これ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 、思い出した。あ、違う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 。スコルを呼んでちょうだい。はいはい。いい？覚悟はできてる。お前は兄を見捨てる気はないわ。いやー、いそうですな。行きますか。今行くわ、ユングビ。え、何？おっと、びっくりし、自ら居場所を明かすとはな。マヌケにも報道がある。うわ、ヘイムダルやん。宿りの女王か。笑わせてくれる。久しいな、ヘイムダル。そして貴様が、あのチンケな雑種の父親というわけか。ちょうどいい。まとめて罪を償わせてやる。逆賊もな。オーディンの飼い犬が小ざきうるわ。行け。ここは引き受ける。加勢するわ。
お前には行くべき場所があるだろう。その通り。麗しき兄はもう見る影もないぞ。たとえ望んでいなくとも結末は分かっているはず。また後で、うん、行っちゃう。何をバカげたことを、案ずるな。兄ともども相手してやる。だがまずはこいつが先だ。では始めるか。怖い怖い。どうした？怒ったか？正直言って見込み違いもいいとこだ。おいおい、クールトップに恨みでもあるのか？早い。笑わせる。本当にそれでバルド。リフレットでもどうだ。味わえ。うわ、ちょっと。仕方ない、相手をしてやる。ああ、うわあ、全然わからん。どうした、かかってこい。こいつ早いんだよな。面白いがリフレストには及ばんな。伸ばしたところで無意味だぞ。お前さん、何のために槍を作ったんじゃ。あ、槍？おいおい、またもう切れた。いい棒切れだ。おいおい、そのチンケな棒切れが最後の切り札だ。うわ、早いな。ドラウプニルのことは奴も予期できん。笑わせる。偉大なるアース神族の末裔を老いぼれの杖ごときで倒せるとでも。飽き飽きするわ。我慢、遅い、無駄だ。すべて読んでいる。アホめ。ああ、悪いな。大きで遅れるのか。あくびが出るわ。ああ、ほら、どうした、惨め。おい、いつまで待たせる気だ。むやみに引き伸ばしたところで無意味だぞ。飽き飽きするわ。あくびが出るわ。ああ、ほら、どうした。オッケー、どちらかな。トラウプニルを使うんじゃ。いや、使ってる使ってる。かかってこい。ああ、おい、いつまで待たせる気だ。どうした、かかってこい。待て待て、まさか遊びに来たのではあるまいな。むやみに引き伸ばしたところで無意味だぞ。どういうこと、どういうこと。あくびが出るわ。
吐き圧するわ。随分とお怒りのようだな。おおらどうした。おい、いつまで待たせる気だ。え、むやみに引き伸ばしたところで無意味だぞ。え、なんかあるの。まさかおしゃべりで決着をつけようとでも。その気はあるのか。寝言は寝て言え。槍を投げんか。どうした、かかってこい。ドラウフにいるおやつを手に放て。あくびが出るわ。なんだ。苛立ちが伝わってくるぞ。実に愉快な気分だ。さてどうする。槍にかけてみるしかない。おい、気をつけろ。おろしたての防具だぞ。助けが欲しいのか。宿り木の女王は来ないぞ。貴様と俺様と裏切り者の首だけだ。わからん。これなんで。え、なんでこれしたいの。カエルの親もまたカエルか。え、これなんで下に行く。うわぁ、もう竹ためが。難しい。
貴様の息子は実に間抜けな声でさえするぞ。ドンドン。いいぞ、もっと楽しませろ。道理であの雑種がふぬけに育つわけ。やばい。遊び足りないと思っていたところだ。貴様、俺様を殴ったら動く。え、時間の流れ遅くなったら殴られた記憶すらもうない俺様を殴っただと。させる。剣を使うな。え、分からへん。まさか本気でアーツガルズを落とせるとでも。正気か。ための鎧よ。動きが鈍すぎてあくびが出る。怒りなのか自分でもわからんな。終わりだ。今じゃ。危なかったな。無事か。Come on.
動く。ほうきだぞ。ゆっくりと行こうじゃないか。やったやったのか。まさか第三形態ないよね。貴様、その空っぽの頭で何を考えている。まさかこの俺様に情けでもかけて見逃すつもりか。引くならば殺しはしない。あのガキがそんなに大事か。ならば奴の腹綿をえぐってくれるわ。今のが最後の忠告だ。忠告ではすまんじゃろうな。このまま俺様が引き下がるとでも。いや、そんな結末あってたまるか。貴様に俺様の運命を決められる筋合いなどない。この場で死ぬのは貴様の方だ。うわ、ちょっと動く。あー、ちょっと貴様、調子に乗るのもそこまでだ。ちょっと、いきなり強くなりすぎ。昔に戻っちゃったよ、クレイトス。
レイトス、これではただ運命に抗っとるつもりが翻弄されとるのかもな。ヘイム隊強かった。区会の紋章か、強かった。どうもな、殺す必要はないよな。忘れ物ないっすか。もう強かった。あれ、なんか燃えてる。おお、びっくりした。ねえ、手を貸して。救出はうまくいっとるようじゃな。え？え？どう行くの？あ、こっちか。おっとー、てめえ、また急のお出ましたよ。クレイが怪我を連れ出してやらないと。あ、これ味方か。どこだ。
ちょっと。しいわ。よし、ボタン系。これってまずいよね。使われ。あ、飛んでる。そんな怖い顔しないで。落ちたりしないよ。飛んでる。ねえ、飛んでるよ。飛ぶのは知ってたけどさ、
敵が来たぞ。他にもいるわ。そううまくはいかんもんじゃな。誰か手を貸して。動きが早すぎる。危ない。これじゃ当たらないよ。後ろだ。どういうふうどういうフレンド、どういうシャーブリサルエグベルテ、アタルトイトルユドウ。え、何するっけ。ベンドテンベルベルグ、よせバナヘイムに栄光あれ。身を挺して助けたんだね、みんなを。すごい男気。ないだろ。あれで生きていると。まさか今頃爪の泥を獣の羽でかき出してるとこだろうね。え、生きてるってこと。見てなって。あいつは生きてるさ。あと少しよ、ユムビ。もう少しだけ辛抱して。無事だといいね、ビルビルね。そうするのがなさそうだな。ふう、帰ってきた。ルンダ、ルンダ、布とネットを用意してちょうだい。それと姉つけばねですね。傷の手当てなら私だって慣れっこです。ほら、心配しなくったって。留守の間に持ち物拝借したりなんてしてないですよ。あ、おい、ルンダ。痛いだ。八つ当たりしないで。豚扱いしたのは私じゃないでしょ。悪気はないよ。フライヤー、ルンダじゃなくて君が手当てしてくれると嬉しいんだけどな。じっとして。応急処置が済んだらシンドリの家で薬草をつけてあげるわ。この地は守り通してみせます。我ら4人でバナヘイムは安泰ね。それじゃシンドリの家で宴と行くか。船を。いいんだ、あげるよ。いいから受け取って。太陽を浴びて空を駆け巡るといい。きっと役に立つさ。君らの健闘を祈ってるよ。船をくれたの、よかったね。殺すしかなかった。必要なことだった。予言は関係ない。予言によればラグナロクの到来を告げるのはギャラルホルンじゃと。オーディンの書庫で読んだよ。それによると。待て、その話は後だ。助かる。ヘイムダルは死んだ。よし、
何？運命なんか知ったこっちゃねえが、ヘイムドラは紛れもなく表彰門のくっせえへこき野郎だ。てめえの息子が狙われたんなら始末して大正解さ。ノルンはそう思っとらんがの。引きこもりのネクラ三姉妹に何言われようが、俺らヘドも思わねえな。すべきことをしたまでだ。ムジムジすんな。さあどうする。おめえと坊主、装備の恥ずかしいとこに穴開けたりしてねえか。平気だ。心配いらないわよ。おばちゃんが爪の先までじっくり調べてあげたんだから。クレイの手当てが済んだ後にね。爪の先まで。おースタンかな。何だこれ。坊主のはいいのか。もうこれ最強までは。ベルセルクの蘇生石。ホブズの塚頭。これがレベル6になったら解放か。負傷したところで密林から戻ろうとする私を見つけたのはビルゲルだ。寝ている間ここ行けないのかな。行けないのか。なんかワンワン言ってる。なんかワンワン言ってる。匂いがするって。何かあるのかも。ついて行ってみない。うわ、なんかまた
命の匂いって出てきた。何だい。はい、ではということでね、ちょっとまた新たなサブクエ出ちゃったんで、次回はね、ここを進めていきたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。野沢洋でした。